茨城県の取手市から参りました。取手生活者ネットワークの方では今現在子どもの健康のことに関していろいろと調査をし分析して、あと今原発事故子ども被災者支援法が6月にできましたので、それに向けて実際に本当にそれが具体的になるように署名活動をしたりしております。やっぱり目を塞ぎたいっていうか現状を見たくないっていうところもあると思うんですけど、ただ子どもの健康を守ろうっていうところでは皆さん本当に脱原発とか関係なく子どものことはみんな守りたいと思っていると思うので、子どものことを守っていきましょうということを前面に出して活動していきたいと考えております。